令和2年7月豪雨により熊本県が管理している球磨川水系の旧支川においては、土砂等による河川の埋束、河川施設の甚大な被害が発生しました。これにより熊本県は球磨川中流部支川の災害復旧に関わる国の権限代行を国土交通省へ要請。それを受け、令和2年7月28日に権限代行により熊本県管理河川の土砂の撤去や護岸の復旧を国が緊急的に実施しました。復旧箇所は球磨川水系の旧支川140箇所に及び、今回その復旧が完了したため熊本県へ引き渡すこととなりました。八代市にある一の又川です。一の又川では他の災害復旧工事も重なっており、すぐに現場に入ることができなかったこともありましたが、工程調整を行い無事に3箇所の復旧工事を完成させました。芦北町にある柘植川です。道路が狭く、他の災害工事との調整により大型重機や運搬車両を搬入できず、作業効率の低下が予想されたため、複数あった工事箇所を並行して進めることで32箇所の復旧工事を完成させました。球磨村にある川内川です。以降はすべて球磨村にある支川です。河川に沿って工場や公共施設が隣接していたため、工事用道路の設置場所や運搬車両の通行、工事の方法等を慎重に計画し、14箇所の復旧工事を完成させました。小本川です。小本川では景観に配慮した護岸工事を行い、23箇所の復旧工事を完成させました。芋川です。川幅が狭く、家屋や民間施設が河岸に近接していたため、工事用道路の設置場所や運搬車両の通行、工事の方法等を慎重に計画し、19箇所の復旧工事を完成させました。中園川です。工事箇所と近接して地産や砂防等の災害工事が行われており、工事材料の運搬等に影響が予想されたため、関係する工事間で工事用道路の設置場所や運搬車両の通行等の調整を行い、19箇所の復旧工事を完成させました。奈良川です。川幅が狭く急峻な地形のため、洪水が発生すると水位が急激に上昇し、川の中に設置した工事用道路がたびたび流出しました。このため工事計画を頻繁に見直して10箇所の復旧工事を完成させました。宇川です。宇川では現場が狭く、重機が現場まで入るのが困難な状況でしたが、慎重に工事を進め、無事に1箇所の復旧工事を完成させました。小川です。小川では住居が隣り合う非常に狭い現場でしたが、慎重に工事を進め、無事に19箇所の復旧工事を完成させました。今回の権限代行工事では景観に配慮した施工も行っております。棚田の美しい石積みが被災したため、議席ブロックを用いて景観に配慮した復旧を実施しました。以上が権限代行の事業概要です。令和2年の7月の豪雨災害につきまして、非常に災害の大きさにびっくりしておりました。その中、いち早く土砂等の撤去していただき、護岸等の工事をしていただいたので、しるべができたと思っております。誠にありがとうございました。今川の護岸が壊れて雨が降るたびに不安な気持ちでした。復旧には長い時間がかかると思っておりましたが、
思ったより早く工事が完了して大雨が降っても安心して暮らせるようになります。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。奈良川も隣接する農地道路が崩壊し、この先見えない状況の中、国、県、村、業者の方々のご尽力に復旧工事が終わり、安全安心な生活が戻りつつあり、感謝するばかりです。今後も復興復旧への駆け足となり、ご尽力をいただきますよう心からお願い申し上げます。家のこの護岸が崩れてしまいましたけれども、復旧工事をしていただいてきれいになりました。その時残った日本の桜の木が残ってるんですけど、護岸きれいにしていただいたので、今でもそこに行って桜の木を見ることができます。本当にありがとうございました。感謝しております。工事用の車が行き来するのを見ています。たくさんの人たちが熊本のために頑張っていてくれるので、私たちも嬉しいです。今までの工事本当にありがとうございました。大きな災害だったので工事には時間がかかると思っていました。今回渡利町近くの小川の工事の一部が終わったと聞いて、少しずつ村の復興が進んでいることを感じました。本当にありがとうございました。令和2年7月の災害で渡利小学校の横にある小川の護岸が壊れてしまい、怖い思いをしていました。工事関係者の皆さんのおかげで護岸が元通りになり安心しました。本当にありがとうございました。熊本中学校3年青山正俊です。美しい熊丸が蘇って、これまでのようにたくさんの方が来ていただけると思っています。ありがとうございました。熊町学校3年の波木合誠志郎です。家の近くの川の護岸が崩れた時はとても怖い思いをしました。でも工事が終わって安心して過ごせるようになりました。ありがとうございました。熊中学校3年馬場冬樹です。また雨が降って道が壊れるんじゃないかと心配していましたが、工事が終わって安心しました。ありがとうございました。国土交通省の野崎です。熊本県河川課の後藤です。そして、カーモンです。今日はくまモンに報告したいことがあるよ。大雨で被害に遭った球磨川で、国土交通省が熊本県の代わりに工事していた現場がようやく元通りになったよ。ありがとうございます。くまモンも嬉しいよね。まだまだ球磨川全体の災害復旧工事は続きますが、一日も早い復旧を目指して頑張ります。それじゃあ皆さん行きますよ。せーの、よろしくお願いします。